はい、タンタンです。バッカスの方ですね、行ってきまして、いろいろ見てきたんですけども、まあ、こちらの方ですね、あと結構ね、バッカスはベースに定評があって、かなり数を作ってて、非常に、まあ、売れてるというか、数に出回ってるモデルになってるんですけれども、そのバッカスのベースの中からですね、ちょっとエントリーモデルにっていう感じですかね。価格的にもそんなに高くないんだけど、かなり使えるよっていう感じのベースをちょっとご紹介したいと思います。こちらの方がですね、モデルネームは、WL-434R というタイプで、ジャズベタイプになってて、これは34インチスケールですねのモデル、こういう感じになってまして、ローズシバンということですね。あとは、こういうカラーリングとのプラスマッチングヘッドになってるんで、ボディ同色のヘッドになってますね。はい、ということで、なかなか洒落た感じの一本という感じで、音の方もね、すごく使える、ちょっと聞こえて汚れてるかな、微妙な音のこう組み合わせなんかも使えるタイプにもちろんなってますし、これマスタートーンなんですけれども、よいしょ、これちょっとフル出してみて、マスタートーンをこれを引っ張ると、これがなん、ターボスイッチっていう名前ついてるんですけども、ちょっとまあブーストするんですよね、この普通の。バランスのままで、ブーストできるっていう形になってるんで、ベースでね、ちょっと、目立てる部分ソロ弾いたりとかね、なんかある時なんかは非常にこれがあると便利なスイッチになってるかなと思います。こういう感じですね。でこれ結構いろいろカラーリングがありまして、今回ですね、まあ、このよいしょカラーの他にこれがね、GM グリーンメタリックかな、ちょっと分かりづらいかもしれないけど、ちょっと緑っぽいオーシャンターコイズのね、なんていうんだろう、メタリックに近いんです。その焼けた感じっていうんですかね、ちょっと緑っぽい感じの、メタリックカラーですね。それと今回はちょっといくつか色をご用意してまして、よいしょ、もう一個がこちら、鮮やかなこんな感じの、これソニックブルーですね。はい、こういった色合い、ちょっと可愛らしいポップな色合いのソニックブルー、これももちろんよいしょよいしょマッチングヘッドになってます。でもう一色ですね、こっちは今度一点すごく渋い感じ、これ黒ですね、シンプルな黒のベッコウガラガードっていうこのタイプ、この3色の方ですね。今回メーカーさんのご協力もありまして、ちょっと一気に展示3色ともしてありますので、
まあ、引き比べるってほど個体の差はねそんなに音に関しては少ないかなと思いますし、演奏性もですね、バッカスの方非常にきっちりと調整されているので、どれもそんなに問題ないですし弾きやすくなっていると思いますから、あとはまあこの辺実際の、まあ、色を見ていただいて、気に入った色を選んでいただければなと思いますね。なかなかうちの方もこれだけ同じ機種で3色お用意できることもそんな多くないので、今の、機械、この機械にねぜひ足運んでいただいて、実物のねこう色合いなんかね、ネットとか写真とかのね色とかだとやっぱりちょっとイメージ違うかなという、自分のイメージとね合わない時とかもあると思いますんで、こういった感じで、実際の色を見ていただいて今回はお選びいただけるかなと思っております。でこれ以外にももちろん色ありますから、何か気になるものがあればちょっとそちらの方はお取り寄せになってしまいますけれども、ご相談の方いただければ、ご用意できるものあるかと思いますので、何か気になる商品などありましたらぜひお問い合わせの方いただければと思います。ということで、こちらの方ですね、ベース、モデル名が、WL の 434R、こちらの方ですね、3本3色ご用意しておりますので、今回は、ぜひご来店いただいて見て見比べていただければと思います。ということで、タンタンでした。